アゴが近くーん。近くーんと外れ、さらには、ぴょんと顔を飛ばすこともできる、ガックン骸骨を作ります。ガクーン。まず、折り紙を裏返し、三角に折ります。折り筋をつけ、広げます。90度回し、また三角に折ります。折り筋をつけ、広げます。手前の角を中央に折ります。角を一旦手前に折ってから、この部分中央に折ります。角がずれて前に行かなくするためにこのように折ってます。しっかり折り筋をつけ、さらにこの折った部分中央に折ります。全体の向きを変え、こちらの角も中央に折ります。しっかり折り筋をつけたら、角を一旦手前に折り、そしてからこの部分中に折ります。そしてこの折った部分も中央に折ります。このような細長い形を作ります。ここまで作ったら全体を広げます。こう開くと白い三角があるので、これをつまんで引っ張ると開きやすいです。全体を90度回し、また手前の角を中央に折ります。一旦角を手前に折ってから、この部分中央に折ります。先ほどと同じ工程を繰り返していきます。さらにこの折った部分中央に折ります。しっかり折り筋をつけてください。向きを変えます。こちらの角も中央に折ります。しっかり折り筋をつけます。角を一旦外側に折ります。そしてからこの部分中央に折ります。さらにこの折った部分を中央に折ります。しっかり折り筋をつけます。ここまで折ったら、最後に折ったこの部分、このように広げます。そしてひっくり返します。この角を
このように中に折ります。さらに1つ目2つ目の折り筋でこのように中に折ります。白い六角形が現れます。左側同じように三角をこのように中に折り、今度はこの一つ目の折り筋でこのように折ります。ひっくり返します。この部分中に閉じます。このようにもう一度中にこのように閉じます。この三角の角からこの斜めにこのように開きます。ここを斜めに開きます。こちらもこの三角の白い三角の端から斜めにこのように開きます。開いてこの部分中に倒します。再び開いて角を中に折ります。このように中に折ります。こちらも角を中に折ります。このように角を中に折ります。左側もこの三角の角から斜めに開きます。このように開きます。こちらもこのように斜めに開きます。そして このようにボックス状に成形します。そしてこの角を中に折ります。このように中に折り込みます。この角も中に折り込みます。このように中に折り込みます。全体をひっくり返します。右側ここから一つ隣をへこませます。その一つ隣を出っ張らせます。その一つ隣をまたへこませます。出っ張らせます、へこませます、出っ張らせます、最後へこませます。このようにジグザグに折ります。あとはこのように顔を描けばがっくん骸骨の完成です。この蛇腹の部分を押さえ、親指をずらせば、ガクーンと顎を外します。さらに、このように片手で持って、ポンと飛ばして遊ぶこともできます。ぜひ作ってみてください。ガクーン！